イエス・キリストの皆を褒めたたえます。おはようございます。今読んでいただいたところから今日はお話をしたいと思いますが、ここは、百人隊長のしもべの癒しで、もう皆さんよくご存知だと思いますけれども、2つにポイントを絞って、2つプラス1ぐらいかな、ポイントを絞ってお話をしたいというふうに思っていますが、説教に入る前に、今日は月の第1日曜日ですので、ですね、外部十字研究をしたいと思います。会計報告をご覧になっていただけたら、いただきたいですけれども、そこに、ですね、収入が4月は108万1921円ですので、11万円を外部献金したいと思います。ミッションの働き、それから一切の働き、それと準備している笹沼牧師、それから一切の個人の働き、フィリピン、カンボジア、ザンビア、それぞれの個人、長崎の祈祷院、山里ゴスペルクラブ、アフリカの働き、レッドジャパンですね、それから CNFJ、北海道の神学校、映画ミッション、祈りのミッション、神学校、コスサ牧師と秋元ヨハネ牧師、それから賛否大会ですね、4回にわたる賛否大会のため、そしてウクライナの働きのためですね、献金したいと思います。お祈りしますので、心を合わせてください。愛する天のお父様、今月も捧げることができることを心からありがとうございます。この捧げます献金を主が豊かに祝福しくださって、文字通り100倍、60倍、30倍にして、一つ一つの宣教団体、教会、また神学校、あるいは、神学生、牧師、宣教師の方々の上に特別なブラスを与え、福音宣教のために、神の働きのために力強く用いてください。特にウクライナの中において、主の働きを大きく開いてくださることをお願いいたします。どうぞこの研究を通して神様の栄光を表してください。また捧げてくださった長崎教会の一人一人に、あなたは経済の面でも豊かな祝福を与え、さらに10倍、100倍、捧げたものに対する神様からの報いと祝福を与え、さらに豊かに捧げることができるように、経団を祝福させることをお願いいたします。感謝します。あなたが祝福して用いてくださることをありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。会計報告が出ていますので、ご覧になってメンバーの方はですね、質問のある方は会計のジョイボックスが私の方までご、あの、お教えていただければと思います。それとですね、今ウクライナの話が出ましたが、ウクライナの方に教会、群れ全体から献金してますけれども、スロバキアのですね、ラド牧師の方に献金、そこからウクライナに献金してるんですけども、この前一緒にコンサートを合同でしましたので、それが東京安定協会の最新ニュースに出ていますので、ご覧になった方もあると思いますが、一応お読みしたいと思います。4月29日出せますか、東京安定協会の最新ニュースのパッと写真が出ますけど、お読みしますね。私たちの主イエス・キリストの皆によって、心から皆様へご献金のお礼とご挨拶を申し上げます。私たちがこうして神の家族である日本の皆様から、神の働きのためにあらゆる協力をしていただけることを心から喜び感謝しています。今現在、ウクライナの人々にとって悲劇的なほど困難なこの時期に、私たちはウズホロドのポロジャ牧師と連絡を取りつつ支援を行っています。私たちは救援物資を彼の教会に送るために、食料や医療などを購入して送っていたのですが、ポロジャ牧師から物資ではなく献金要請がありましたので、今は彼らの教会へ支援献金もしています。これからも引き続き、私たちはスロバキアに避難してこられるウクライナの避難民の方々への宿泊提供、福音伝道活動、人道的救援などのミニストリーを展開したいと願っています。さらに今後の働きの拡大に備えて、土地の購入と教会街道建設のビジョンを持ち、信仰の歩みをしております。皆様からお送りいただきました献金、ご献金はこれらの働きのために使わせていただきたいと思います。どうか私たちインマヌエル教会が、その時に土地の購入と街道建設が実現しますよう、お祈りに覚えていただきましたら幸いです。最後にもう一度、心から皆様のご献金を感謝いたします。心からの感謝を込めて、ラドって書いてますね、この方ですね。ヨーロッパ行った時のダイジェスト映像に出てきた牧師ですね、覚えていらっしゃいますかね。この前一緒にコンサートした一つの教会ですね。何歳から潜ってますけど、皆さんも個人的に潜られた方いると思いますけども、そういうことですので、ぜひ続けてね、お祈りくださり、下げていただければと思います。それでは、サミの時をもちまして、
賛美の後に御言葉から説教したいと思います。最初に詩編ですね。詩編の121編、私の方はお立ちください。座ったまでも結構ですから、心から賞賛美しましょう。じゃあよろしくお願いします。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る。主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方は窓のむこともない。いよイスラエルを守る方、窓のむこともなく眠ることもない。主はあなたを守る方、主はあなたの右の手を覆う影。夜も日があなたを打つことがなく、夜も月があなたを打つことはない。主はすべての災いからあなたを守り、あなたの命を守られる。主はあなたを行くにも帰るにも、今よりとこしえまでも守られる。ギブサンクスを賛美します。主を喜ぼう、主を喜ぼう、感謝と賛美を主に捧げて、主をあがめよう、声を持って。Lord I give thanks to youThanks to you, 主に褒め歌え。 Lord I give thanks to you, thanks to you, 主の皆を褒めたたえよ。 主をあがこぼ、 主を喜ぼ、 感謝と賛美を主に捧げて、主をあがめよ、声を持って。 Lord I give thanks to you, thanks to you, 主に褒め歌え。 Lord I give thanks to you, thanks to you, 主の皆を褒めたたえよ。Lord, I give thanks to you, thanks to you, 主に褒め歌え。 Lord, I give thanks to you, thanks to you, 主の皆を褒めたたえよ。十字架の恵み、そして委ねますと賛美したいと思います。
私受け、私は救われた。十字架の血潮、十字架の癒し、十字架の愛に今感謝捧げます。イエス様、イエス様、あなたを愛します。イエス様、心配することはありません。思わなくて、思い煩わなくてもいい。私があなたの神である。私があなたを助け、私があなたを支え、私があなたを守る。愛する子よ、私を信じなさい。私はあなたの盾となり、私はあなたを導いていこうと主は言われます。私があなたに語る言葉、その言葉を信じなさい。私は約束したことを決してたがえることはないと主は仰せられます。
これずっとずっと祈り続けてきたこと、もうダメだろうと思って諦めかけても、それでもなお祈り続けてきたことが成就する時が来ると教えられます。あなたの祈りは忘れられてはいません。その祈りをさらに忍耐を持って祈り続けていきなさい。私の時に神の言葉とともに成就すると主は言われます。私があなたに与えた賜物、霊的な賜物も実際的な賜物も、私はそれを力強く用いていく。恐れずにためらわずに、私が与えた賜物をもっともっと大胆に用いていきなさい。それはあなた自身を生かし、人々を生かしていくと主は教えます。惑わされてはいけません。敵である悪魔はそれを使った耳がないように、あなたはダメなように語ってきますが、それは偽りである。私があなたに与えた霊的な賜物、実際的な賜物、私はそれを力強く豊かに用いていこう。そしてそれが用いられる場所がある。私が命ずる場所、そこであなたは力強くそれを用いなさい。私が与える守りの中でそれを大胆に生かしなさい。それはあなたを生かし、人々を生かします。この場合の時代、あなたもよりもはるかに大きく、何十倍何百倍にもなって、それは用いられていく年は恐れられます。 God is working for my good。God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He did it. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He did it. Hallelujah.愛する天のお父様、聖霊のご臨在ありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。素晴らしい特別賛美をありがとうございます。今日集われたお一人お一人をありがとうございます。インターネットで共に礼拝されている一人一人をありがとうございます。長崎礼賛美教会の主に牧師であるキリスト、キリストご自身が牧歌してくださって日本中世界中にいるあなたの民を心からありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊様は御言葉を通し豊かに語ってくださり、私を慰め、励まし、力づけ、神の言葉によって私たちを立て上げ、信仰を育んでください。語る者の雲もへぐだります。語ってくださり、神の言葉によって私を生かし、あなたの用意している勝利と祝福を共に見ることができるように導いてください。信じます。感謝します。ありがとうございます。イエス様、あなたをお会いします。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。進化しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。